が開始されます。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールが中盤で確保されました。テイラー、テイラー、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。ぶつかり合っています。打った、まだボールは生きています。ヘッドでクリアします。中にスペースがあります。合わせてくるか。前に押し出します。ボールを返します。安定したボールさばきです。なんとかクリア。危険な位置です。緊張感が増してきます。これは入れさせない。なんとか押し出した。ジョーンズ、ファールになりました。イエローもありますか。蹴り出しました。これは危ない場面でした。ボールを運びゴールに襲いかかります。なんとかわしました。ジャンプしました。ここでバックパス。さあ折り返した。ジョーンズ、止める、止めます。コーナーからのキックとなります。コーナーキック、もう一度です。シュート、素晴らしいヘディングです。このコーナーキックは見事でした。そうですね。ただフリーで仕事をさせすぎですよ。ビーチャン、エスピノさん、
ミッドフィールドでボールを取りました。クロス来た。大きく蹴った。クリア。決定的という場面、なんとかクリアしました。ジョーンズ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。クロスが上がった。ヘディングで決めた。この角度からも見ましょう。カード。ビーチャン。テイラー。再び戻す。ルーズボールになっています。ハーベイ、タイラー、うまくボールを奪った。エスピノサ、ビーチャン、中盤でボールをカットしました。ジョーンズ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。これはチャンス来た。PK です。いましたね。テイラー、シュートに行けるか。コーナーからゲームは再開です。弾いた。さあコーナーからのチャンスです。コーナーキックを生かせませんでした。コーナーキックです。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。
半戦キックオフ。ディフェンスを置き去りにした。キーパーに渡りました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。エスピノサ、スライディング。しかしこれはファールです。直接来るとは思いますが、近くに選手も集まっています。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。キャッチします。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ジョーンズ、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。彼に当たりましたね。合わせてくるか。なんとかクリアしましたね。ボールの激しい奪い合いです。ボールが中盤でカットされました。エスピノサ、ボールがこぼれました。そのまま返します。エスピノサ、さあどうだ。使いますか。キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。攻撃に移りたい。戻すしかないということでしょう。
見事に決まりました。いいボールが供給されましたね。最初のセーブは見事でしたが、相手のこぼれ球への反応が早かったですね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ボールを中盤で奪いました。テイラー、倒れている選手がいます。肉離れでも起こしたのでしょうか。中盤でボールをカットしました。エスピノサ、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。上がった、これはディフェンスが勝った。ハーベイ、中にボールが入る。安定したボールさばきです。ジョーンズ、きれいにボールが走っています。ここをどう出ますか。ハーベイ、主審がプレー続行を判断。ボールをキープできるか。テイラー、苦しかったですけどよくしのぎましたね。取りました。すぐ攻めに出たい。ここで試合が終了となりました。